どうも泉圭介です。今日はですね、非常に素晴らしい素晴らしいちょっと面白いものを持ってきました。皆さんご存知、ジャンバイシクル。このトランプが、まあ、要はマジシャン向け、マジシャンなら誰でも使う非常にいいトランプなんですが、これがですね、多分普通に買うとしたらまあ500円ぐらい、まあ、安くて500円ぐらい、普通の人からするとこの500円っていうのはちょっと高いなっていう印象があると思うんですけど、今回ですね、これの10倍100倍のトランプを持ってきました。それがチュ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 ーン、5万円高え。このトランプ何が違うかっていうと、一緒何も変わらん。このトランプはですね、非常に希少価値が高いものになっております。一番すごいのが、ケース付きというのがこちらなかなかのレアものになっております。オークションとかで見るとですね、1枚だけでよくバラ売りされてたりするんですけれども、こうやってケースに入った状態でちゃんとサイクリストバッグって書かれている状態であるのは僕は見たことがない。5万もするんよこれ5万するってやばないかなはい、ではこちら誰得自由研究として比較していきたいと思います。まずこれが2015年製のバイシクル、まあ普通の普通ですね特に皆さんご存知のこんな感じのバイシクル。これこの段階でわかりますかね、あのここがこうあるんですよね。ここってわかるかなつまりですね、昔バイシクルはこっちが表だったんですね。おこう置くべきでしたねこのライダーバックって書いてるのが昔は裏面でした。まあまあそれ以降違うところですね。でもう一つは、箱のコンストラクションは基本的にはほとんど一緒に見えて実は違うんですよ。これ実は縦開きになっています。縦に展開しますね。これは横展開になるんですけれども、そういった違いがあります。なのでのり付けが左右にされてます。そしてあと特徴的なのがこのフラップがこういった形になってます。これそんなに古いやつではないんですけど、まあ、だいたい100年ぐらい前のものは出てこれぐらいの形の 100年か90年ぐらい前は出てこれぐらいの形になっています。ではデザインを見ていきましょう。ライダーバッグはですね、こちら、まあ、よく皆さん見かける馴染みの深いデザインになっています。こうやって円が3つあって天使がチュン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 って並んでるやつですね。でこの天使が自転車に乗っているので、まあ、バイシクルなんですけれども、このサイクリストもこれこんな感じにですね、夫人がチャリンコに乗っております。まあこれ今見るとそんな馴染みのない何これってデザインなんですけれども、これ非常に貴重なものになっております。では次は厚さを比較していきたいと思います。もうこれえげつないぐらい古いのでもう厚さの比較も何もないんですけどね。あ、バイシクルより3枚厚いらしいですらしいですでは次は滑りを見ていきましょう。まあこれ非常にバイシクルは滑りますね。でこっちのバイシクルはというと、まあそんなに滑らないですね。昔のデックもですね、フィニッシュが綺麗に残ってるのはあるんですけれども、ちょっとこれはですね、前の所有者の人が結構雑に扱ってた感じがするんですよね、まあ、なのであんまり広がりは良くないですいきますよ、せーの。まあこれはこうなりますよねでは次は硬さを見ていきましょう。まあバイシクルはいい感じの張りのある柔らかい硬さですね。でこっちはもうさすがに散々使い倒してるんで100年間使われてきたので、もうさすがにやわやわですね。ただ腰はまだ残ってます。僕が持ってるデックでですね、めちゃくちゃ古いやつはもう本当に腰がないやつもあるんですけど、これはまだ腰はあります。それがすごいですね。で次はファローの具合を見ていきましょう。まあ、バイシクルはスッとファローは、はい、気持ちよく入っていくんですが、これはねファローをすると痛むんじゃないかな。いけるかな。あ、いけるいける。怖いな。ゆっくり怖いし、ちょっとやっぱダメだな。ダメ。これはやっちゃダメ。ちょっと
もげてる、髪がもげてるよ、ちょっとダメだよ、ダメです、やらないでください。はい、ではエンボスの具合を見ていきましょう。バイシクルさんの方はまあこんな感じに綺麗にエンボスはなんですかね、規則正しく乗っていますが、まあこのサイクリストの方は結構エンボスがまばらなんですよね。当時のバイシクルは全部手作りでしたので、まあこんな感じにちょっとですね、まっすぐエンボスが乗っていなかったりするんですけれども、まあ結構綺麗に乗ってはいますね。若干ランダムな感じで規則正しくはないんですが、綺麗にはエンボスは乗っています。昔のバイシクルはですね、フェイスとバックでエンボスが違っているんですけれども、これもそんな感じですね。フェイスの方はまだ比較的綺麗に残ってはいますが、バックの方がちょっと削れがひどいかもしれないですね。本日もご視聴ありがとうございました。こちらですね、チャンネル登録お願いします。でこちらエリクチャンネル、エリクチャンありますので、よろしければご参加ください。でこっちがその他もろもろ動画ありますので、よろしければ見れてください。終わり。